クリップ M-3S ロケット M-3S ロケットは東京大学宇宙航空研究所と後継機関の文部省宇宙科学研究所が日産自動車宇宙航空事業部と共同で開発し日産が製造東大と i s セ s が運用した科学衛星部打ち上げ用の3段式の固体燃料ロケットである L-4S に誘導制御装置を付加した L-4SC ロケットのうち4号機、5号機を用いて開発が行われた。第1弾目が無誘導であった M-3H ロケットの第1弾に TVC と SMRC による誘導制御機能を付加したもの。SMRC はノズルが左右に2つついた小型の固体燃料ロケットでロケット本体が燃焼中、SMRC の燃料も常時燃焼している。 そして常時燃焼している噴出ガスは内部の電磁弁によって左右のノズルに振り分けて噴出されることによりロールの制御を行う。SMRC の実用化には電磁弁が焼けないような低温の燃焼ガスを長時間高圧で噴出させる固体燃料が必要であり宇宙圏が開発した独自の技術である。SMRC は第一段目の四枚の尾翼の先端に 装着されている。サテライト、スフィアを意味している、L-4S ロケット、M-4S ロケット末尾アルファベット、S とは異なり、本機の末尾のアルファベット、S は、スーパーパフォーマンスの頭文字、S である。括弧内は参考として M-3H のもの。ありがとうございます。